どうもこんにちは、中野敦史です。それでは動画を撮りたいと思います。この後のライブ配信について話したいと思います。この後ロト6とロト7の予想をしたいと思います。ロト7から予想してロト6の最終確認しようと思うけど、昨日予想した感じ、だとやっぱりロト6はちょっと難しいかな。だからロト6は後で予想すんねんけど、まあ、ロト7も難しいのは難しいねんけど、ただ、難易度で言ったら、やっぱりロト6の方が難しいかな。だから、基本は、そうやな、ロト7の方を先にして、そして、難しいロト6の予想を後でしたいと思います。まあ、その後にアニソンをじっくりと歌いたいと思います。昨日は途中で切り上げちゃったんで、今日は、長いライブ配信になると思います。昨日短かった分、その分今日は長く、多分深夜までライブ配信するんじゃないかなって思います。昨日は不完全燃焼だったから、中途半端なところで終わっちゃったから、だから今日は、完全燃焼したいと思います。まあ少しでも見ていただけたらありがたいです。だから、そうやな、12時は過ぎるんじゃないかなって思ってます。まあ始まるのが7時から7時半ぐらいにライブ配信始めようかなって思ってて、まあ早くても12時ぐらいか、終わるのが早くても。それぐらいかな。遅かったら1時過ぎるんじゃないかな。それぐらい長いライブ配信にしようかなって考えてます。それではまた、夜ライブ配信します。それではこの動画はこれで終わります。よかったらチャンネル登録お願いします。ご視聴いただきありがとうございました。